その変化を始めたいと思います。宇都宮秀治です。よろしくお願いいたします。それさっき言うとあかんわ。今ネタで言おう思ったのに僕のためです。だから、去年の8月ぐらいに恵子さんとね、ソブラのバーベキューでやるって言って、あやりたいわ、ほんな2月の24日ここ月曜日やからやろうってそんなに決めてええのんということで、ありがとうございます。私あの城東区の方で、コツコツと美容室をやっておりましてですね、そして月曜日しかなかなかこういうイベントは出れないのでございまして、日曜日土曜日誘ってもらうんですがなかなか出れないということで、ありがとうございます。今日は、そんなこんなでほんまに、客席全く見えへんの久しぶりでございますね。いつも端まで見えてもおっちゃんスマホこうやって見てたりとか、つまじゅうかってのあいつ見てんのかいとか言いながら、丸見えて全く分からへんからね、こういうのもよろしくお願いします。そんなことで今日は私宇都宮秀治
ベストヒットオリジナルでお送りしたいと思います。よろしくお願いします。それでは、ちょっと参らなきゃね。雨色の街角、大変なことしてもらおう。何言ってんの？
ああ、ビデオや。ああ、ビデオ。こっちでも撮ってるよ。あ、撮ってる、怒られるぞ。あ、奥さんに。あ、どこに撮ってんの。これで、いいんじゃないですか。あ、動けへんよ。あ、動いてます。いや、もうさんで押してますから、適当にどこでも。いや、読むところも大変です。はい、もうその辺で。ありがとうございます。あ、俺お茶忘れたわ。持ってくれる、持ってくれるわ。どんな気言うてんの。しゃべってよ、このマイドリームさん、初めてですけど、もう全然全然初めてじゃないアクセスでございまして、なんというと僕そこの吉野川のそこの下ちょっと渡った大橋、吉野大橋とかなんかあって、そこからちょっと下っちゃうとその本物正面ぐらいでフライフィッシングで西島さん話してる時がありまして、去年ぐらい僕通いましてね、だからもう場所も全然余裕で余裕で来れたんですけど、5回って5回とも坊主でもうやめましたけども全然釣れへんで、自然の川ですから、なんかそんなやっぱ相手はね、そんな甘くはございませんけど、そんなこんなで、ちょっとそういう釣り関係の曲をいっちゃおうかなと、毎週毎週釣り行っちゃうけどごめんねって、また1週間経ったら行っちゃう、忘れて行っちゃうけどっていうような、許してねっていう曲になっております。可愛らしい曲でございます。ちょっとありました。ちょっとデカめにいきますね。フィッシングドラクブルースという曲をやってございます。フィッシングドラクブルース、レッツゴー。一緒にあればわかるだろう、わかっているよ、明日はね君の誕生日だってこと、だけど明日は雨が上がりそうなのさ、君の言いたいこともわかるんだけど、やっぱりやめられないのさ。春になったら泣けるさ、夏と秋はブラックバス、冬は寒いのに寒熱リバーさ、君の笑顔が怒ってる、情けない顔して嘆いてる、今日は夜から出かけるよ、懲りないフィッシュドラム、わかっているよ、明日はね天気が悪いってことは、降水確率80超えたのことは、だけど釣りってやつはねこんな日が爆笑するのさ、君は嫌った顔して笑ってる、だけど帰り道は反省するのさ、一週間夏と忘れるかなどもラスコが春になったら芽生る釣りさ、夏と秋は磯釣り、冬は雪丸を重ね釣りさ、君の笑顔が怒ってる、情けない顔して嘆いてる、今日は夜から出かけるよ、Let's go!
ど帰り道は反省するのさ。一週間経つと忘れるけれども、春になったら気にうさ、夏だけはブラックバス、冬は寒いのに寒熱リバーサー、君の笑顔が怒ってる、情けない顔して泣いてる。計算出てきんかったね、今練習まだまだ大丈夫ね、そんなこんなでございまして、まあね、本当にこのもう全く前が見えへんステージなんて いつかぶりだろうという感じでございますけども、もうほとんどもう見えるとこでしかこんなのありませんよね、本当にね。皆さんよくやられてるからあれなんかも、僕ちょっと上がっちゃいますね、この雰囲気を。前が見えないという、誰もおれへんかったらどうしようとか思ってね、ことですよ。それではまあちょっと、それではちょっとバラードを、人と人とはなかなか分かり合えないものでございます。急に変わって人と人とはなかなか分かり合えない、そういうもろもろ歌った曲でございます。俺たち分かり合えるまでという曲でいってみたいと思います。はい、俺がお前に伝えたい。
一つの願い事はお互い打ち解け合う勇気、そして優しさの束縛、数えきれない思想があるはず。人生というマラソンの中で、もうこの俺も折り返し地点だろう。力を抜いてスピード落として見落としていたものを見つめて行きたい。優しさをゆっくりと前に、少しずつでも俺たち分かり合えるまで。
意外と気づいておられないと思いますけども、10月にハヤブサ2が帰ってまいります。これが結構ずっともう盛り上がるのも間違い、多分秋、まあどない延期なのかわからないですけども、ハヤブサ2、私そっちの方がまあまあ個人的には気になっておる方なんでございますが、なぜこういうことを言うかというと、次の曲がハヤブサという曲になっておりましたそういうのもエビでございます。それは人工衛星ハヤブサをテーマにして、まあ詩はそんな大したことないですが、ハヤブサ乗って宇宙旅行しようねっていう感じの軽い感じになっておりますけども、ちょっと潰れ気味でございます。こいつでラオさんとね、それでは人工衛星ハヤブサを乗ってハヤブサ、どうも宇都宮秀でした。どうも今日はありがとうございました。地球を越えよう無限の